はい、お疲れさん。ダイヤモンで12月の1日で、今シーズン、ね、1月から仕事をして、あっという間に、12月に活躍しました。で、リーグ戦としては遅いスタートで、最後は J1 と一緒というような、なかなか J3 については難しいスタートだよね。盛り上がっているのを見ながらスタートしなくちゃいけないシーズンだと思う。よくまとまってね、新しい選手と今までいた選手がまとまって頑張ってきた、ね、結果、やっぱ頑張ると少しずつ変化してくると、こうやってすごく大きな形で喜んでもらえるっていうのがね、経験の中に入れればいいと思う。本当に地味な作業かもしれないけど、そういう地味なことをきちっとやってると大きなことを生み出すっていうのがあると思う。ただもう今日だけなんだよな、切り替えてやらなくちゃいけない。一瞬の喜びをいつも忘れずに努力しなくちゃいけないっていうことだからね。シーズン通してたった一日を喜ぶがために毎日努力をしなくちゃいけない。楽しい時もあれば、いやきつい、もう練習行きたくないっていうのはみんなあると思うんだよ。選手だけじゃなくてスタッフもあるんだよ。やっぱりきついな、みんな一緒だと思うんだよね。仕事をしてるといい時もあれば悪い時もある。それをこう食いしばってやったら、結果がこうやって多分一瞬なんだよね。毎日努力、努力ってきつい思いをして喜ぶのが一瞬なんだけど、それってある日あるし麻薬みたいなもんで、ここを経験するときつくてももうちょっと頑張ったら何かあるんじゃないかなっていうふうになるような気がする。で、本当に頑張ってくれたと思う。こんなして喜んでもらえたら幸せだよね。自分たちも幸せなんだけど、こんな多くの人も喜んでくれるんだよね。自分たちは好きでやってることなのに、プラスアルファ喜んでもらえるっていうことに感謝して、やっぱり頑張っていきましょう。本当にお疲れ様でした。だってね、優勝はいいね。優勝は常にいいもんだと思います。はい、お疲れさん。参ります。はい、お疲れさんです。なんで一番前に入ったろ。何どれ。